回は沖縄インコの笑いをメインにお送りします。あなたが沖縄インコを飼い始めた時、彼らがいろんな鳴き声をするのを目にします。そしてそれらの鳴き声には意味があることを学びましょう。沖縄インコの鳴き声について現在区分されているのはおよそ12種類確認できますが、話すと長くなるので今回はうちの子が得意な笑いに絞ります。笑いは沖縄インコが自然に発する音ではなく、人間を喜ばせる方法を学ぶ音と理解してください。かわいい、ピノちゃんかわいいかわいい彼らは感情的にとても敏感で直感的な生き物であり、笑いがあなたの幸福に関連していることをすでに感じ取っています。そして彼らは飼い主の最も不適切な瞬間に笑うことも学習してしまうので注意が必要です。例えば飼い主が噛まれた時に彼らに笑われたら、もう最悪のパターンですね。噛まれた時ってついつい興奮してしまうので、飼い主の苦痛を彼らに幸せと感じさせないこと、これってとても大事です。それでは実際に飼い主が沖縄インコと笑いを持ってコミュニケーションをとっているシーンを約2分間ですがノーカットでお送りします。飼い主が必要以上に笑っていますが、撮影用としてオーバーアクションとなっております。ただし彼らとコミュニケーションを図る上では意外と成功しているかもしれません。幸せが幸せを呼ぶ、そんな沖縄インコです。楽しいね。ピナ、うん？ピナ、うん？あ？ピナちゃん、ピナ、あ？はい、ピナちゃんはい。かわいいね。
楽しいね。ねえ、フィヌちゃんかわいい。よく笑ってくれます。最近では動物言語学なる分野で活躍されている方を目にしました。また別の機会に彼らの音について掘り下げてみたいと思いますので、楽しみにしてください。またね。